焼き、ずんだたい焼き、ありがとうございます。ペッケさん、ギフミン、モフピー、タマもたい焼きありがとう。ドンちゃんもずんだたい焼き、あまだたい焼きイベントやってたんだね。体にオロロ、サザビー、ディアスのたい焼きありがとう。オニール体操の抹茶たい焼きありがとう。ノリピー、ミッツ、ペンギン豆腐、アディアス、クマ、クマ抹茶もなかありがとう。ムーン、ピアノマン、こんばんは。ニール大佐、メン抹茶、緑たい焼きありがとう。ワッカー、こんばんは。プロジュ、佐々木さん、タカス、コウジ、テーマ、こんばんは。さっきさんも緑たい焼きありがとう。菅野さん、こんばんは、ありがとうございます。お疲れ様です。暑かったね。新規新人、緑熊さんありがとう。ペケも緑たい焼きありがとうね。ありあり、あゆむ、佐々木さん、あきらくん、こんばんは。寝落ち、あ、てんさん、ペンギン、ペンギンゼリーありがとう。BPM、さとし、竹丸、つっち、やすひか、こんばんは。森新、菅野さん、たい焼きありがとう。うすたぽって、トラック野郎さん、こんばんは。シュガキさん、シムーンさん、たい焼きありがとう。横浜のたかちゃん、お粉もどき、こんばんは。ね、宮城は31度とかでしたよ。え、にゃん猫、甘い。リアス、甘い、甘い猫どら焼きかな。ありがとう。甘い、かわいい、ありがとう。おでっちたい焼きありがとう。あゆむんも、緑くまさんありがとうございます。なべちゃん、食べ過ぎ飲み過ぎ、牛タンなるくん、こんばんは、ありがとう。だくくんもたい焼きありがとうね。先生、こんばんは。あ、ストレッチお疲れ様です。てんさん、わっか、たい焼きありがとう。ニールタイさんも、緑クマさん、ありがとうございます。緑クマ、若きゅんありがとうで、たまも緑たい焼きありがとう。みんなのところも暑かったのかい。カンナさん、たい焼きありがとう。先生、緑クマさんありがとう。あ、ダックくんも、甘い甘いたい焼きありがとうね。若きゅんありがとう。てんさん先生、たい焼きありがとうございます。真夏でした。本当に6月かと思うぐらい。先生、緑たい焼きありがとう。だっかきゅありがとう。埼玉34度、いやー、雨も降ってた。わー、てんさん、緑たい焼きありがとう。けんたまさん、たい焼きありがとう。ぬるく緑たい焼きありがとうね。さっきさんもたい焼きありがとう。ダックくん、キュン、ありがとうございます。伊賀の藤丸さん、こんばんは。もうすごい晴れてたね。ダックくん、キュン、ありがとうね。焼け、あ、腕焼けました。そうだね、車に乗ってても結構日差し感じますよね。パタコさん、こんばんは。ヒロ712、たい焼きありがとう。冷房使った？冷房、私はなんとか自然の風で頑張った。日焼け止めね、いや本当頑張って塗ってるんですけど、日焼け止め。シロンさん、たい焼きありがとう。暑いね。いや、車とかはもう冷房つけちゃうけどさ。そう、ロケは長時間外にいることが多いからさ、声が確かにスポーツまくり。カラスコトラッキー、こんばんは。設定温度、だいたい
26度とか違うえダックくん、24度とか。ダックくん緑たい焼きありがとう、ありがとうございます。電気代ね、電気代。あ、ぼんやりーな見た、ありがとう。まあ、そう今日もさぼんやりーのさ一緒に見ようかと思って、あの楽天編ね一緒に見ようかと思っていました。確かにテニスまっくりだ。みょんちゃんこんばんは。モフピー、キュンありがとう。ぼんやりの見たありがとう。ぼんや、エアローさん、たい焼きありがとう。わんぱくわんぱくに見える先生、緑のくまさんありがとうね。ランタンこんばんは。にゃんたもっとちゃんこんばんは。祭りっぽい そう今日も楽天買った、嬉しい。またカード勝ち越しですよ。トラックヤローさん、お花ありがとう。お花わしほー。アイスブルーの瞳こんばんは。調子が良くて嬉しい。いやこの交流戦の流れでね、またパリーグの試合を制してほしいですね。わしほー。もうすぐ終わっちゃうもん、本当に交流戦あっという間だったね。面白いね交流戦ってやっぱり。モフピー誰もありがとう。インサイこんばんは。ぼんやりーぬエール届いたかなケンソリセブンさんこんばんは。ね、交流戦優勝したいですね。うん、セリーグに強い。やらへんな。チョキベキンありがとう。セリーグと相性がいいのかな。どういうことなんですかね。オニール大佐、緑クマさんありがとう。いやクライマックスシリーズいってほしいですよ。一席。ともちんさんたい焼きありがとう。てんさんも緑クマさんありがとうね。たかさんこんばんは。あ先生緑たい焼きありがとう。トレード、あゆむも、ペンギンゼリーありがとうございます。ペンギンゼリー美味しそう。大粒ちゃんこんばんは。試合見に来てね、観戦も行きたいね。今日もねさくらんぼがあります嬉しい、嬉しいことにまたまたさくらんぼがあるんです。これまた違うさくらんぼ、この間のとは。佐藤錦、そう山形のさくらんぼいいね。みんなもさくらんぼ食べた？食べてない？ダスティンこんばんは。食べる？モフピーだるまありがとう。あ、だるまっぽいだるま給食に出た。あ、光るだるだるまとりありがとう。だるま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 つり。ダックくんもだるまありがとう。
た月だるま。ささびもだるま、ありがとう。だるまだるまだるま。食べきれるか分かんなかったから。なんか私ね、結構パクパク進んじゃうんですよ、さくらんぼ。ささびなっくくのてんさんも、へいへいさんもありがとう。だるまだるまだるま、いただきます。うん、今日はそんなに下手が強くない。うん、身は柔らかいですね、程よい甘酸っぱさ。パクッ、まさひろさんこんばんは。さくらんぼ、あ、私さくらんぼ。うん、食べ頃って感じですかね。うん、さくらんぼ狩りで渋滞。そう、そっか、みんなさくらんぼ狩り行くんだな、やっぱりいいな。たま緑緑たい焼きありがとう。でも身が大きいね、大きい、とってもしっかり。私のどこぐらい難しい私のどれくらい移動販売とかもあるんだ。さっきさん、キュン、ありがとう。うん、アカリシャスです。ウォーターさんこんばんは。うん、この間食べたさくらんぼより大きめです、サイズ感は。フレッシュ、みずみずしい。いちご狩りしかしたことない。私ちっちゃい頃にあるんで、さくらんぼ狩り。うん、レアなアカリシャス。うん、果汁たっぷりです、果汁満載、止まらないよ。はるちゃんさんこんばんは。止まらないんです、さくらんぼって。だからさくらんぼ狩りってすごい理にかなってるというか、そりゃ、ね、連続で食べたくなる美味しさです。うん、レスターさんこんばんは。果汁たっぷり、ブルーベリー狩りで。そう、ブルーベリー狩り行けてない。ブルーベリー狩りブルーベリー狩り、うん。鍋さん、流れ星ありがとう。杉谷さんこんばんは。ブルーベリー狩り、うん、ねえ、たま緑のたい焼きありがとう。まやさんこんばんは。聞こえるもん、ごもごも。りんご狩り、梨狩りはしたことある。レース観戦いいですね。レース観戦楽しそう。おつぶちゃん、ペンギンゼリーありがとうね。みかん狩りもない。うん、うん、やば、身が柔らかいし甘い。あと6粒ほどお付き合いください。
直樹さんこんばんは。ぶどう狩りもない。あ、うん、ない。なんかぶどう狩りができる施設に行ったことあるんですけど、ぶどう狩りはしなかったんです。確かもう収穫されて売っているものを買った。うん、桃狩りもない。タンタンタヌキこんばんは。トウモロコシ狩り、ラビット、嘘、ラビット。高台さんこんばんは。マサユシさんこんばんは。うん、くらんぼいいよ。なあ、大根狩り、大根掘り、トウモロコシ朝早い。あ、朝早いんだ。うん、いやー夏を感じます。あー、ぶどうも食べたくなるね。さくらんぼタイム美味しい。すいません、さくらんぼを食べてるところばっかり見せてる。やっぱさくらんぼの時期だからしょうがないね。何もつけない。ああそうだよね、いちご狩りのいちごとかはさ練乳つけたりするけどさ、さくらんぼはもうずっとそのままで食べられるもんね。普段食べない。収穫してすぐ皮むいてさかじりついたりあるよね、トウモロコシね。うん、暑い。暑い。今は私はノー冷房です。冷房なし。フルーツパークアラハマね、やってみたいな。フルーツ狩りそこで、うん、冷房つけない。そうだね、氷水に冷やすのいいね。ノースリーブアカリンね、そうノースリーブ着ないです。ほとんど、うん、ハーモンさんこんばんは。でもなんか仙台はノースリーブ着てる人少ない気がする。東京とかはすごく多い気がします。くまんまこんばんは。 MFP 君ありがとう。食べっ子動物、そう食べっ子動物だよ。うん、好きだ好きだ好きだ。そうだったね。まあでも仙台もだんだん暑くなってきたからノースリーブありですね。アデノシン、たい焼きありがとう。仙台でノースリーブ特許がやっぱり日焼けもするし。ああまあね。クマもアデノシン剣ありがとうね。そう、うん、あ、ノースリーブスいいね。何の曲あるっけ。頑張ってなんて私言わないよ、
君はもう頑張…あ、リラックス湿気やるかね。ノースリーブね、いや着てみたいけどさ。あ、唇フレーズ、唇フレーズ、ララ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 ラ。ルンルン、こんばんは。長崎県民さん、こんばんは。ドンシロスさん、こんばんは。ペディキュアデーもあるね。どんだっけ。おさぴーさん、こんばんは。ノースリーブの人見ると真夏って感じするでもいいじゃん、なんかノースリーブ、ノースリーブってさ、いや憧れの服だよ私からしたら。うん、私はそんなに気軽に着れないから憧れの服でもノースリーブの服多いよな、やっぱ流行りなのかな。お店とか見てるとさ、よーノースリーブばっかピアノマンキーありがとう。え、大粒ちゃん、緑たい焼きありがとうね似合いそう。ほんと？そう、テニスウェアとかもあるもんね。いやー、デビューしたいな、ノースリーブデビュー長年の夢。 T シャツの肩めくるのね。なんか体操着とかよくそうしてなかった下に。いや衣装ではさ、そりゃね、衣装だもんさ、着るじゃん。そう、衣装だからね。これだ。お、お気に入り数が 1.7 万人に増えてる。イエーイコツコツと増えてます。みんなもサンドのぼんやり犬テレビを TVer で見る際にはお気に入り登録をね、ぜひしてくださいねうん、そう、昨日放送された、お気に入りしてる、ありがとう、ありがとうございます。目指せ2万人まずは目指せ2万人。お気に入りありがとう。キングさん、こんばんは。はい、昨日放送されたサンドのぼんやり犬テレビね、じゃあ流します。今から TVer で流します。未登録だから登録しました、ありがとうございます。登録ありがとう。まず CM が流れる、きっと楽天イーグルスに全力エール回です。今 CM ですね、録画してる、ありがとう。 CM ナーサンポンさん、こんばんは。 CM 始まりました。
もねこの楽天の球場の前でね始まるんですよね。今54秒55秒56秒阪神ファンがねもう5時間前にスタンバイしてるっていうね、すごいですよね。そんなに前からさ、そうグラデーションのそうファンズユニフォームがあって、これ前は緑だったんですよね、緑のグラデーション。すごいですよね、野球選手との交流がね、伊達さんね。はい、そうで、そのグラデーションのファンズユニフォームが、そう、その日は本当はファンズユニフォームじゃなかったはずなんですけれども、ファンズユニフォームの時って結構勝つジンクスがあるんですよね。でそれであやかってこうその日ファンズユニフォームになったりとかもあるみたいですね。すごい、石井監督にお話を。そう、楽天勝った日ですよ、この撮影の日は。ね、背高いですよね。でも笑顔が増えてきたみたいですよ、今は試合中の、うん、石井監督。ひのにゃん丸、たい焼きありがとう。今3分26秒ですね、3分27秒。マリンズさんこんばんは。うん、まあファンの方の熱い声がねたくさんあるんだろうな。いやー、監督の立場ってね、私はそういう監督とか経験したことないからわからないですけど、またね全然違った重圧というかプレッシャーとかあるんだろうなっていう、うん、まとめる力だったり戦略だったりさ、もういろんな力が求められるじゃん。監督できる自信がないね、私は。何の監督か分かんないですけど。今は4分57秒、4分58秒、4分59秒。あ、でも CM 入りそうです。XXXXL サイズ。あ、CM です。CM now。 あ、映画の監督。
5分11、12、13、14、15。安田選手です。東北のゴジラ。角度ねえ、55番。いや、そういう背番号とか番号の概念もさ、テニスとかはあんまりないからさ、ね、その番号の特別感というかあるんですよね。なんか憧れたな、そういう自分の番号みたいな。山田さん、こんばんは。18番。私4番。宮城4番。北海道、青森、岩手、宮城4番。4番、宮城。はるかねこさん、こんばんは。好きな番号、確かに。確かに伊達さんのヒーローインタビュー見たいですね。ヒーローインタビュー、いや、でもヒーローインタビュー絶対緊張する相当ドキドキするような。ヒーローインタビュー、でもいつかね、そうですね。始球式、確かに始球式やってみたいな。次は山崎選手です。大粒ちゃん、緑熊さん、ありがとう。山崎選手はこう登場曲がすごく印象的だなって個人的に思ってます。テテテレレレレテテテテレレレレテテテテレレレレテテレレテテテテテテレレレレテテテテレレレレテ。遊戯王の曲なんだっけこれ。までなんか普通はさ、皆さんさ、なんか J-POP とか K-POP とか、なんかそういうアーティストの曲を登場曲とかに選ばれるイメージですけど、なんかそういう サウンドトラックみたいな感じね。私の登場曲、なんだろう。私だったら確かに登場曲むずいな。47。いいな、モノマネ。そっか、気持ちが上がるような熱い曲がいいね。
500円グルメで、あ、スイーツですこれがまたいいね。500円とは思えないクオリティ、うん。私も知らなかったですね、これ。人気なんだろうね、いろんな種類あって。もう何回でもさ、足運んじゃうよね。今日は500円スイーツ、これ食べようみたいな。このくず餅アイス、これめっちゃ美味しそうだったな、食べたかった。フルーツくず餅、フルーツくず餅美味しそう。くず餅好きだからさ、溶けないのいいよね。これ絶対涼しくなる。これもいいな。このパンだけでも美味しそう。わあ、食べたくなってくる。500円スイーツ食べたい。ね、シェイクに浸すっていうね、パンをね。そう、500円に見えない。うん。ペケさん、アイスありがとう。アイス。これも美味しかったよ。わらび餅パフェ。てか私わらび餅大好きだから最高でした。コンクリートなわけないのにあー、そっか。
モノボケね。ね、さすがだよね、ツッコミがね。ちょっとツッコミできるようになるわ。そう、 ICM になります。 CM です、多分。はい、 CM です。ボケ担当。私は別にボケを狙ってるわけじゃないんですよ。拾ってもらえる拾ってもらえるんですね。あ、今始まった。16分20秒。天然ではありません。桃の天ぷらさん、こんばんは。この一言タオルが面白いんですよ、本当にね。え、明日バイトっていう、すべて今までなかったんだね、コラボの。チャリできた。確かにウマーベラス。とか選手名タオルとかね、背番号とかね。ビールくださいとかもあるんだ。かぶりさん、抹茶たい焼きありがとう。もういいぜ。おー、返す。なんかすごいこういう大喜利タイムみたいなの、すごい今までのロケであんまりないから面白かったです。すごくもうほんと20枚ぐらい多分アイディア書かれてたと思いますね。うん、富澤さんがもうポン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 どんどんね思いついて、すごかったです。そう、フリップ足りなくなってた。うん、うん、ポジティブなね。
帰らないでってなっちゃう。バモス楽天、おお。ウィルさんこんばんは。キムキムさんこんばんは。なんか伊達さんが出してたら面白いですよね、なんか。あーあーとかって。なんかセンスが本当に光る、うん、富澤さん。CM かな？ CM です。取り返せ。光る緑たい焼きありがとう。CM です。CM です。テンさん、緑クマありがとう。はい、今22分20秒です。これもなんかまとまりがいいよね。私来た日全勝。なんかロマンチック。まあポジティブといえばポジティブですけどね。結構いい案が出揃ってっていう。ね、伊達さんに似てる方結構見かける、私も。うん。どれになるんだろう、私も分かんないまだ。ファンズユニフォーム。7月9日もじゃあ勝ちますね、このユニフォームだから。釣りです。
たくちゃん、たくちゃん来てくれました。たくちゃんバチコイでお世話になった。たくちゃん来てくれましたよ。嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しかったですね。バッチコイももうだいぶ前だったんだけどね。うん、そうそうそう。え、でも覚えててくれてた、なんか、うん、そうです。懐かしい、バッチコイ。ね、エイトエイがありますからね。うん、髪も長かった時か。そう、釣りです釣りやったことある？みんなはやったことありそう。タマ緑の、たい焼きありがとう。釣り堀で、吉尾さんこんばんは。あるんだ。得意。すごい、あるんだやっぱりあるんだね。みんな釣り好きなんだ。仙台港で小さい頃ね、私も小さい頃にちょっとやったイメージ。釣り大好き。おー、ある。あー、結構釣りしてるよ、したことあるよってこと多いね。釣り新聞、何それ、すごい新規新地たい焼きありがとう。ゆうにゃんこんばんは。うん、バス釣りとか、そこを狙いを定めてね、釣ったりね。我慢強さ、なんか魚との駆け引きなんでしょ結構ね、釣りの楽しみ方。ニジマス釣り、まあ場所にもよるよね本当に。ポイントが良ければさ、きっとあんまり経験がなくても釣れたりとかさ、あるよね。釣り堀はいいね、楽しそうだね。おお、バス釣り、うん、そう。だから次回もお楽しみに、ぼんやり犬釣り会です。なんかあの日もね、その釣りのロケの日も天気が悪いみたいな予報だったんですよ、雨。でもなんとか持ちこたえて、そう、無事ロケができたのはあれは良かったなと思った。まあ途中パラパラって降ったりした時間もあったけど、なんとかね持ちました。そう、嬉しい、よかったです。波もね全然そこまで、船酔いとかも誰一人船酔いしなかったし、うん、そう、釣りだからさ結構長い時間ね海の上にいるわけですよ。だけど、うん、あ、これはまたじゃあ、次週以降この釣りの時の話はね そう、でもそこまで晴れてなかったから日焼けの心配もなくて、うん、ね、あんまり寒、すごい寒かったっていうわけでもないし、そう、そうなんで。ちなみに明日は月夜明かりですね月夜明かりのみになります。
登場予定。月曜あかり19日でしょ。今月は明日で最後かな、6月放送回は。26日はね、ちょっと野球の中継で番組がお休みになるので、明日あります。そう、明日も来てね、月曜明かり、よろしくね。そう、明日は月曜明かりあります。ね、メソメソってなっちゃうね。そう、ある、あります。月曜明かりのない月曜日なんて。嬉しい、寂しいって思ってくれるの。あ、みんなのルーティンが崩れてしまう。月曜日に月曜明かりを聞くというみんなのルーティン、あ、イレギュラー。寂しい。一週間頑張れ。生活リズム崩れる。月曜。ヤワークス、緑たい焼きありがとう。お休みだったの？そうだったの？あら。そうなのか。月曜日はあるんだよ。月曜日はあるんだけど、月曜明かりがお休み。月曜日イコール月曜明かりみたいになってる。明日の月曜明かりはありますよ。明日はあります。普通に。明日の月曜明かりはあります。19日の月曜明かりはあります。来てください。おにゆたいさきありがとう。ヤワークス、誰もありがとう。明日19日の月曜明かりはあります。明日は月曜日を迎えられます、皆さん。明日は月曜日です。ありますね。おにゆたさん結婚してありがとう。結婚して、おにゆたさんかわいい、ありがとう。結婚してありがとう。結婚して、楽しい月曜日。たかさんこんばんは。たま、緑たい焼きありがとう。そう、明日もふつおた待ってるし、あとあかりんりんのね、あのお話ししたいこととかも待ってますし、またお題ツイートもしますね。あ、だくくん虹ありがとう。虹、綺麗な虹がかかりました。たかさんペンギンゼリーありがとうね。うん、虹が、てんさん、たい焼き、緑たい焼きありがとう。緑たい焼き、
じゃあ今日もさくらんぼを食べたので、さくらんぼでも歌いましょうかね。ノースリーブスの曲も、あ、たくさん緑くんもありがとね、ありがとう。あたしさくらんぼ、ページを開くともう2年経つなんて、やっぱ実感するね、なんだか照れたりするね。そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。泣き泣きの一日や自転車の旅や書き表せれない、だって多いのも笑顔咲く君一つ願ってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣のしあなたと私さくらんぼ。もらったものはそう愛を感じ、あげたものはもちろん全力の愛です。やばいもんだよね、今日の作業バスケ、思いがけなく歴史はさらに深いけれど、一つでも欠けてたらとんでもなく足りない、足りない足りない、二人の絆は笑顔咲く君と抱き合ってたい。もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う二人、いつの時も隣同士、あなたと私さくらんぼ。君とつながってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣同士、あなたと私さくらんぼ。もう一回、君と抱き合ってたい。もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う二人、いつの時も隣同士、あなたと私さくらんぼ。愛し合う二人、いつの時も、愛し合う二人、いつの時も隣同士、あなたと私さくらんぼ。うん、おいしいおいしい、ありがとうございました。さくらんぼでした今週も
今週もさくらんぼでした。いい終わり方。そう、今回はちゃんと残しておいた。この間ね、あ、さくらんぼ残しておけばよかったねって反省があったので、今日はしっかり。ひかるきんありがとう。パチパチありがとうございます。ギフトもね、ありがとうございました。たかさん、ペンライトありがとう。紫ペンライト。そうそうそう、今日はちゃんとありで、さくらんぼありでお届けしました。そう、下手だけだったからね。やっぱさくらんぼがあると違うね、本物がね、あるとね。ダックくん、お花ありがとう。そう、ありです。テイさん、キュンありがとう。ね、いいですね、やっぱさくらんぼの歌。あ、光る緑たい焼き、ありがとう。ノースリーブスだっけ、ちょっと待って。歌えるかな。リラックスは歌えそう。あ、でもどうかな、なんか全部歌える自信はないんですけど。頑張ってなんて私言わないよ、君はもう頑張ってるから、心に さん、ペンライトありがとう。終わった。終わっちゃった。絶対ね、聞けばね、わかるんですけどね。唇フレーズもなんか、あるところと。
でもノースリーブスあんまりやったことないかったからな、ちょっとなか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 ですなか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 ですね。ちなみに今の人気曲は、あ、アイドルね、奪われてる君は完璧で究極のアイドル。あ、たいやきくん、たいやきくんあるよ。あ、チェリーもあるね。僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。あなたさ、僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、仕事ばかり難波線が僕の住みかさ、時々サンデーにいじめられるけど、そんな時じゃそうさ逃げるのさ。一日泳げば少し焦げある。
げたい焼きくんでした。ね、釣ったたい焼き食べるってすごいね。うん、ありがとうございます。たい焼きギフトもありがとうね。ねえ、いやほんとそう、お腹空いてたんだろうなきっと。えたまてんは緑たい焼きありがとう。てんさんも緑たい焼きありがとうね。ね、たい焼き久々に歌ったわ。うん、初めてフルで聞いたね。シュールな感じ。うん、ね、どっちあんだったんだろう、つぶあんかこしあんか。鬼入れたさ結婚してありがとう、結婚して、うん、懐かしいの。なんかよくテレビで流れてたイメージ。あーなんかね、歌いたいなと思ったのがあったね。これだ。なんかこれをふと歌いたいなって思ったんだ。ちょっと待って。いや、いいや。はい。そう。夏日。白熱の砂浜寝そべった水に衣装、海のその青さ空まで染みる、散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするならなすんじゃね、染まりすぎて慣れてしまった大事なもの、思い出せないさで一番可愛いか、あなたはどの子を指さすの、毎日はっきりしようじゃないか、夏の恋は誰と誰とする。
ありがとうございます。ダニーチでした。イエーイ。パチパチパチ。パチパチありがとう。ギフトもね、ありがとうございました。モーリーさんもありがとうね。たい焼き。暑くなってきた。暑い。暑いね。暑いね。燃えてる。燃えています。今日の暑さは夏を感じたので、歌ってみました。夏曲だね。暑い。暑いです。髪伸びたね。髪伸びちゃったよ。伸びちゃったよってか伸ばしてるんですけどね。今のところ。今のところ伸ばしてるんですけどね。あー、ヒカルキュン、ありがとう。キュン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 。うん。後ろでまとめる髪好き。あ、そうなの？シオナさん、キュン、ありがとう。髪は切ってないよ。タク君もキュンありがとう。モフィーもキュンありがとう。一つくくり評判がいいの。先生かわいい、ありがとう。お、一つ結び好きって方多い。うん、そうなんだ。光るキュンありがとう。キュン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 。テンさんもキュンありがとう。キュンキュンキュン。ニュータイさんもかわいい、ありがとう。テニスっぽい。一つ結びしてる？ほどいてるの好き？目がで。あ、光る。フィーバーありがとう。いきなりのメガネ。いきなりメガネ。自宅にいるっぽい。ディアス、緑たい焼きありがとう。テンさんもきありがとう。久々メガネ。レンズないよ。ダックくん、花束ありがとう。メガネ大きくなってない。久々に見たからじゃない。変わらない。やばやば。成長。メガネが成長している説。結局私でしょう。荷物まとめないから。まとめないですか。では今日はランキングを読んでいこうかな。うん、ありがとう。今日は鬼滅の刃最終回だ。ちょっと最終回はリアタイ
しようかな。悲しいね。今日で最終回なんだよ。私の毎週の楽しみが最終回リアタイしようかしらって思ってます。いやーもうあっという間に、あっという間に最終回。ね、毎週の楽しみが、そう、70分スペシャル。あーそっか、新しい情報が、告知が何かあるかもしれないね。確かにそれはある。いやーすごい作画なんだろうな、今日も今回も。いやー感動、感動で泣いちゃいそう。ね、無限城なんか来てほしいような、来てほしくないような、なんかすごい複雑なんですよね。ああ鬼滅シリーズがっていう。そう、ねずこちゃん、ねずこちゃんのあの伝説のシーンが、わあ、もう日本中が泣くでしょうね。明日の月曜あかり、あの目が腫れているかもしれませんが、もし腫れていたら、ああ泣いたんだなと鬼滅最終回で泣いたんだなと思っていただけたら。えいゆうワークス流れ星ありがとう。ああこの人鬼滅の刃の最終回で泣いたのかなって思っていただければ。です。ではランキングを読んでいきたいと思います。ありがとうございました。13位から読みます。13位が。大粒ちゃん、ありがとうございました。13位おめでとう。今日もありがとうね、来てくれて感謝です。月曜あかりも待ってます。ありがとうね、またね。13位大粒ちゃんでした。そして12位が、こちらこそありがとう、こちらこそ、ありありさん、ありありさん12位、ありがとうございます。すごいランク入り、ありがとう、嬉しみ。また遊びに来てくれたら嬉しいな、ありありさん、ありがとうね、また待ってます。そして11位がタマです。ありがとう、タマ。11位、鬼滅で泣いて腫れた時こそそのメガネでごまかすぼんやりのテレビ配信、いじられる、まあいじられるのはありがたいことですね。また頑張りますね、ありがとう。そして10位がユアワークスです。ありがとうございました、ユアワークス、イエーイ。私がいじる、ああ私もいじる側になれるようにね、頑張らないとね。第10位、ヨーボックス、ヨーボックス、ありがとうニコありがとう、こちらこそです、また遊びに来てください。そして9位がアイアムンです、イエーイ。
あゆむ第9位おめでとうございます。9位ランクイン、とても嬉しいです。またぜひ配信でもお話ししましょう。ありがとね、また待ってます。そして8位がヒカルです。わーい、ありがとう。ノースリーブ配信ありがとう。今週もボヤリンテレビ一緒に見られて嬉しかったね。楽しかったね。横浜スタジアムに行って久しぶりに、おー野球楽しそう。横浜スタジアムで野球いいね。いつか見てみたいな。私も始球式務める時あったら駆けつけますね。あー、いやー、あるのでしょうか、そんな時が。でもね、いつかいつか何かしらの始球式をやってみたいです。はい、ヒカル結婚してありがとう。結婚してありがとうね。またね。そして7位がサッキーさんです。ありがとうございます。サッキーさん、今週も一緒にぼんやりの見られて楽しかった。桜も聞きたいくらい好き。月曜日2週分楽しもう。お、リアタイ、お、リアタイ仲間。リアタイしようぜ。ありがとうね。桜んぼやっぱ盛り上がるね。もう1回がね。ありがとう、またね。そして6位がタカさんです。ありがとうございました。タカさん第6位、今週も、あ、今日も楽しかったよ。夏用に特有に、ちょっと夏部屋にあったんですか。夏男みたいな感じですか。へえ、いいな。私も夏女になりたい。どうやったらなれるかな。いいな、ありがとうね。月夜明かりね、うん、楽しもうね。月夜明かり、うん、よろしくです。盛り上がりましょう。そして5位がオニール大佐です。ありがとうございます。オニール大佐第5位、おめでとうございます。今日も来てくれてありがとう、ありがとうございます。第5位、今日まぐりちゃん可愛くて幸せです。西栗選手、おお、西栗選手ね、復帰戦本当に頼もしい。なってない。好き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 、楽しみ。月曜かりね、月曜かりでもぜひ好き好き好きってコメントしてください。ありがとうございます。西栗選手も応援。そして4位がディアスです。ありがとうございます。ディアス4位、第4位、ありがとうございます。イエーイ、やばい、月曜かりあるから残業しないの許されてるのに。似た関係と結構人気ですよね。わかんない、なんとなく肌感で人気なのかなと思ってる。うん、あ、メガネ姿好き。もぐもぐタイムどうかな、あるかな、ちょっとわかんないです。まだ明日の楽しみ。うん、二択コーナーね。いや、お題、あの、気になるお題あったらね、教えてくださいね、みんなね。ありがとうございます。人気ですよ。みんなアンケート好きなんだな。わかるわかる、その気持ち、ありがとう。そして第3位がテンさんです。ありがとうございました。テンさん第3位です。イエーイ、おめでとう。今日もたくさんコンクリート、コンク、幸せそうな笑顔見てると幸せになる。おお、ハピネススマイル、ハピネススマイル。ツッコミちょっとツッコめるようになりたいな。いじり方が分かってきて。そうなのかしら。いやー、ねえ、リアタイね。最終回を見届ける、見届けますぜ。ありがとうございます。またね、来てください。そして2位がダックくんです。ありがとうございました。ダックくん第2位、暑すぎて運動した熱中、あー、そうなの、水分補給これからもちゃんとしてね。お大事に、月明かりもね、盛り上がっていこうね。応援しています。そう、暑い日を乗り越えましょうね。今日も楽しかった。昨日仕事で失敗して落ち込んでたけど、かなりで、あー、まあそういう時あるよね、わかるよ。あー、今日ダメダメだったなとか、いや、わかる、落ち込むよね。でもよかった、
元気になれた？ダックくん大丈夫？長いね、人生の長い時間の中で考えたら、振り返った時にそのね、あ失敗して落ち込んだって時間はね、ほんと1秒とか2秒とかに感じられるようになる時が来るって思えば、そうね、そうなんです、また前に進めばいいんです。そうそう、第2位ダック君ありがとうね、また元気をね届けますので見に来てください、ありがとうございます。そしてゼロポジ第1位が先生でした、ありがとうございます。イエーイ。今日もさくらんぼ急いで食べたくなりました。シャツの袖をあまくってる。ぼやりのね楽天イーグルスカイ楽しかったですよね。簡単なミスで地道しないプレイが雑にならない、おお大事その意識。新しい、あとても厳しい人で、おおすごいじゃん、厳しい人、うん、簡単なミスをしないことやプレイが雑にならない、何か心がけていたことありますか。え、こういうのがでいいんだよ、赤リンリンのコーナー簕単なミスをしないことやプレイが雑にならないように何か心がけたこと。でもそう、なんかその簡単、プレイが雑になっちゃうってことは多分自分がちょっと体力的に疲れていたりとか精神的に余裕がなかったりとか、そうなった時に出てくるプレイだと思うので、やっぱりそういった疲れてきそうな時とか心に余裕がなさそうな時こそ、あの平常心、冷静になるっていう、まあ自分に言い聞かせるもよしだし、ね、まあ、体力をもうちょっとつけるもよしだし、なんかそういう対策をまあ練習の時にしてっていうことですかね、きっとね。月曜日楽しみにします。あ、メールもねありがとうございます。うん、かな、そうね、まあ、簡単なミスをしないっていうのはもう本当、もういつも以上に丁寧にプレーするとかだよね。だからあのこのラリー、このポイントでは絶対自分からミスしない、でもどんなボールも絶対に返してやるみたいな、もう超、もう超丁寧人になろうみたいな、丁寧な人間になろうみたいな、そのポイントはみたいな、それをめちゃめちゃ意識して、これでもかってぐらい、なんかもう超超大事にボールに触れてあげるみたいな、うん、ね、まあ、そういうものの積み重ねですよね。そしたらあの無意識でも丁寧にボールに接することができるようになっていたりとか、はい、っていうことかな、はいね、テニスしたいね。ゼロポチ第1位は先生でした、ありがとうございます、ありがとう。テニス講義好き本当、頑張って練習しましょう、一緒にしましょうね。みんなもねパチパチありがとうございました、パチパチパチ、遅くまでねありがとうね、みんなもね、また明日から1週間ファイト。そして明日の週始めは月曜明かりで、みんなで月曜日を盛り上げるそう、月曜日盛り上げたいだから、我らただいま参った、我ら月曜日盛り上げたいだからね、よろしくですよ、月曜の夜を盛り上げるんじゃ。テイさんファイトありがとう、そうです、月曜よろしく頼むで、みんな、まだまだ月曜明かりは始まったばかりや、よろしく頼む。夏代さんこんばんは、月曜日盛り上げたいで、よろしく頼む。うん、ワイも頑張るから頼む。
またね、うん、今日も急だったけどありがとうね、来てくれてね。また明日月曜あかりでやりましょうね。ありがとう。うん、またね、ゆっくり休んでください。私も リアタイでリアタイしながら休みますじゃあねー、やつましゅー、バイバイ。